タスキは、本来は主に和服において、袖やとが邪魔にならないように託し上げるための紐や布地で、通常は肩から脇にかけて通し、斜め十字に交差させて使用するが、臨場にして、片方の肩から腰にかけて、斜めに垂らして用いる方法もある。また、目印や宣伝などの用途として、体にかける、紐、布地のことも指す。タスキという漢字は告字である。 タスキをかけている、巫女の人物派には、表面から見ると、脇横の紐しか見えないが、背面から見ると、斜め十字にかけてあり、タスキであることがわかる。現代において、タスキは、日常的な実用品となっているが、古代は、神事の装飾品であった。群馬県で出土した巫女の人物派にはでは、椅子碑と呼ばれる前合わせの衣服に帯を締め、タスキをかけている姿となっている。 加えて、日本神話では、アマテラス大臣が天岩屋に隠れた際、雨の渦めの命、天の蚊山の天の日陰を手継ぎにかけて、小事記神を踊ったと記されており、これらの巫女が着用した例はタスキをかける者の汚のれを、除く、物意味の意味があったとされている。古代のタスキの材料は様々で、日陰ずる、木綿、釜など植物性の類から、 マガタマやク玉などを通した玉出すきがあった。玉出すきは、タスキの美少の言葉でもあるが、玉類を利用したタスキにも用いる言葉である。平安時代でも、神社では神を祀る時には、木綿出すきをかけ神事に臨み、聖なる行事の装飾品として用いた。安土桃山時代の風俗館風絵には、田植えをする女性がタスキをかけている姿が描かれており、これらも古代と同様、 田植えは本来性なる行事であったことから、タスキを身につけ汚れを除くためと考えられている。こういった神事や祭礼によるタスキの威風は、現代でも神社の祭祀、行事、伝統芸能などで見ることができる。神宮神田の神田を田植え書。男性は肩びらに青色、黄色のタスキ、女性は白衣に赤色のタスキを着ている。田植えならば、各地域で行われている。 おたうえ式、おたうえ神事、おたうえ祭りなどの法上を祈願する神事の際に、苗をたに植える、男性、女性や、住吉大社の玉井を披露する巫女などが着用している。またタスキのかけ方は2種類あり、体の背面で交差させる方法と、一方の肩から腰に斜めに垂らし、臨場にする方法とがある。交差させて使用するタスキを特に、綾だすきという。タスキが、 真事の装飾的役割から広がり、日常の実用的役割が加わる過程は、庶民の服装が、筒袖から、たもとのある、現代の和服のような袖が普及する過程に求められ、室町時代以降と、検討されている。しかし、12世紀の、死山縁え絵巻には道具屋などで活動する人々が、たすでにタスキをかけて描かれており、年代の詳細は定かではない。 タスキがけの女性たち江戸時代になると、町人、職人、階級や老若男女を問わず、タスキは大いに定着する。日々の暮らしに密着した日用品へと主目的が移るに従い、行事ごとなどを除いて、タスキをかけたまま神社、仏閣に参拝したり、客の応対に出ることは相手に失礼であるという意識を伴った。タスキは、 和服が生活スタイルの中心であった昭和初期まで日常になくてはならない必需品として活躍する。次第に洋服主流の生活スタイルに移り、タスキは日常の必需品ではなくなっていったが、和服を着用する場面や行事などにおいて今日も活用されている。タスキを身につけた駅伝選手コンテストの例、ミスユニバース世界大会グランプリ用タスキ。 交通安全タスキ本来の袖を託し上げる用途ではないが、目印としてタスキが利用される場合もある。目印としてのタスキは様相でも使用され、必要に応じて遠目にも目立つカラーリングが施される。さらには幅の広い帯状のタスキに大きく文字を記したものを身につけ、一種の看板として宣伝やアピールにも用いられる。白タスキ隊は急に本陸軍が 日露戦争において組織した特別主体の通称で野衆の際に味方を識別するため全員が白いタスキをかけたことからこう呼ばれた。第二次世界大戦中には召集令状による王将者が赤タスキと呼ばれる赤いタスキを身につけ周囲に出兵することを知らせ前途を祈ってもらった。リレーマラソンの一種である駅伝競争においては各区間、 各奏者がバトンの代わりにタスキを手渡し順番に身につけながらリレーしていく。タスキは片方の肩からもう片方の腰の部分にかけて斜めに垂らして使用するものでチームを識別する色や文字が記載される。国会議員、地方議員などの選挙において立候補者が自らの使命を大きく記したタスキを身につける場合がある。これは一般には 選挙タスキと呼ばれ、公職選挙法第143条の定める、選挙運動のために使用する文書図画のうち、公職の候補者が使用するタスキにあたる。候補者の指名入りのタスキは、使用法が公職選挙法で厳密に定められており、選挙期間中に候補者本人の身が身につけることができる。そのため、選挙期間外には公職選挙法に抵触しないよう、 本人という文字だけが記載されたタスキがしばしば用いられ、これは本人タスキと呼ばれる。その他には、コンテスト入賞者や商品の売り子や工業における営業員、プロレスにおけるリーグ戦出場選手などが使用している。宣伝に使われる帯としての人にかけるタスキからの派生として、レコード版ジャケットに付属するタイトルや価格、 宣伝などが書かれた帯をタスキと呼称する場合もある。東京国立博物館、はには、腰掛けるみこ2012年7月22日閲覧 ABCDEFGH、世界大百科事典、第2版タスキ2006年平凡者住吉を起こそ、おたうえ新寺2012年7月26日閲覧読売新聞、伊勢シクスの木部長の神宮神田で、 カンダオタウョー行われる。アーカイブド2012年6月28日。アット・ザ・ウェイ・バック・マシン。2012年7月26日閲覧。世界大百科辞典。第2版。モメンタス記2006年平凡社エビ。世界大百科辞典。第2版。二王タス記2006年平凡社神社本庁。神社夕食後日1951年7月15日発行。 全129ページ中72ページミス日本、ミスユニバース、観光キャンペーンのミスや観光大使、親善大使などが該当し、大抵は公のイベントがある時に主催者から対応される。ミス、日本など一部受賞者にそのまま記念として贈呈される場合もある。近年は観光大使にその地元ゆかりのある著名人が就任し、 その PR のためにタスキを贈呈される場合もある。ありがとうございます。